さあ中国周辺地域の歴史第4回目今回は朝鮮半島統一国家の話今までは朝鮮がわちゃ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 混乱している話だったんだけれども今回はもう朝鮮というひとまとめになった国の話を見ていきたいと思います。さあまず今回のポイントは大きくこの2点です。この2つののつポイントの確認からいきましょう まずは一点目こちらさあ仏教文化が盛ん神羅の時代皆さんこの一個前の授業で紹介した朝鮮の三国時代その最終的な勝者神羅でしたこの神羅は一体朝鮮をどのように支配しそして朝鮮にどのような文化を残したのか見ていきたいと思いますそして二点目がこちら すごく似ている二つの王朝。実はね、神羅が滅ぶと。この後、高麗、そして朝鮮王朝。この二つが登場するんですが。勉強してて悲しいんです。すごく似てます。なので、両者の違いというのに。注目していきながら。勉強していこうと思います。さあ、以上、この二点を通して。 朝鮮半島を統一した王朝について今から一緒に勉強していきましょうさあポイントの1点目最初に朝鮮半島を統一した神羅のお話今から見ていきましょうさあまずこの神羅なんですけれども都は「慶州」といいますで。これ古くは 金城お金の金に城と書いて金城とも呼んでいたんですけれども現在はもう慶州と呼ばれますのでそのまま慶州で覚えてあげてくださいそしてこの神羅なんですけれども覚えてるかな三国時代を勝ち抜くにあたってこの国は中国党の力を使っていたそしてようやく百歳や小国を倒したぞこれで俺は朝鮮を統一したんだ 思ったそんな矢先東王朝は都合府を設置してしまったんですねこれ親羅にとっては非常に屈辱でしたなぜかちょっと確認していきましょう皆さん地図をご覧くださいさあ今ですね朝鮮半島を統一してここまでが親羅の領域になったんだと思ったんですが なんと残念なことにここここに東王朝の都合府が置かれてしまったんですこれは屈辱ですなぜ屈辱かわかりますかこの都合府というのは野蛮な異民族文化的にレベルの低い民族を監視するための機関なんですってことは 信羅は今国ととしてて認められなないという状況なんですこれは困ったなので当時の東王朝から見て信羅というのは北方の特決やウイグルとかと変わらないレベルだと思われてたんですねそんなわけはないと俺たちはちゃんとした国なんだ朝鮮半島をまとめる国なんだそこで信羅は唐を排除し 朝鮮半島を統一しますなんとトゴフを落としたんです攻撃してワオ。結構大胆なことをしますよねえ、そんなことやったら党から反撃をされるんじゃないのかと思いますよね大丈夫そこはちゃんと党に頭を下げに行きます朝鮮半島統一国家親羅として党の皇帝に頭を下げに行ったすげえ朝鮮の統一国の王朝が 王様が頭を下げに来たぞと中国皇帝のプライドは保たれるんですねなので朝鮮の統一国であることを認めてもらったわけですその神羅、唐に兆候したからには唐の影響をたくさん受けますよさ例えばこちら見てくださいほらまず骨品性、特権的な身分制度ね、これ意味わかります難しく考えないでください これ貴族制度です東王朝っていうのは貴族が中心の社会でした同じことになったんです朝鮮のの貴族制制度のことを国賓制っていうんですなので唐の政治をモデルに朝鮮にもこういう貴族の制度が登場したというわけそしてさらにこちら見てくださいさあ今度は仏国寺 これもう名前から分かるとおり、ね、その仏国寺というのが建てられてさらにその仏国寺には石で作られた仏教に関すするる塔がたくさんん建ててられてるんですね非常に高度な技術を持っていたちなみにこちらに写真が載ってあってこれを「多宝塔」っていうんですけれども結構でかい塔です。 これを作れるぐらい当時ののの朝鮮の文化とといいいううはすでにに高い状態にあったというわけなのでこの神羅唐の影響をたくさん受けながら独自の文化を生み出したということを覚えておきましょう。さあポイントの2点目神羅が滅びまして朝鮮にはこのあと2つの王朝が登場していきます。 その2つの王朝がまあ紛らわしい各王朝の特徴としてしっかり覚えていきましょうさあまずは神羅の後朝鮮半島の統一を成し遂げたのは高麗という王朝ですこの高麗都は海城に置かれ建国者は王建という人なんです。 そして実はこの高麗での注意点なんですけれども実はこの高麗はちょうど中国でいうと宗王朝の時期にあたります中国の宋王朝を思い出してみてください実は唐の末期からの混乱によって多くの貴族が没落宋の時代には貴族はいなくなり 新しい勢力が登場しましたその勢力が官僚として中国の統治実権を握ったんだよね同じ状態です実はこの後来あの神羅時代からいた骨品性貴族は全員いなくなりますそして新しくヤンバンという特権をもらった官僚たちが登場し始めたんです ここまでの動き中国と同じなんです貴族ではなくて特権官僚が徐々に力を持つようになったんだでもねヤンバンが確立されるのはこの次の王朝ですのでこの次の王朝でまた丁寧に説明しようと思いますさらに後来他にはこういうことがありますこちらさあ後来版大蔵経この経の字見てくださいお経つまり仏教の影響を受けていた とということなんですねなのでこの高麗版大蔵経という形で木版印刷のお経が作られたということ仏教文化が盛んだったさらに世界最古これすごくないですか世界最古の金属活字この金属活字を発明したことによって出版本を印刷したりする技術というのが早くから発達していたというわけなんです。 そして、あとは宋の政治。これ、宋の陶磁器を指します。この宋、宋、宋の陶磁器の影響を受けて、高麗政治という独自の陶磁器も生まれた。一説によると、当時の宋の技術よりも高かったと言われるんです。面白いですよね。中国の影響を受けながら、独自に改良して、新しいものを作る。それがこの高麗でした。 そして皆さんこちらを見てくださいこの高麗の後に出てくるのが朝鮮という国教科書によっては李氏朝鮮や李朝という言い方で出てくる時もありますこの朝鮮なんですけれども都は官城もしくは官業現在の韓国の首都ソウルにあたりますこの官城を都に 李政経が建国したんですだから李さんが作ったよってことで李氏朝鮮って言ったりもするんですねさあそしてこの朝鮮からはですねほら朱子学が漢学化されるようになるあれ朱子学の漢学化中国でもどっか見た記憶があるなと思いませんかそうこの王朝があったとき中国は明と 秦民王朝でやったことと同じことを朝鮮はやったんですなので上下関係を重んじる朱子学を感学化して王様の支配に利用したりあとは過強を実施してペーパーテストによる官僚の採用というのを行ったんですそしてこちら見てくださいこの朝鮮では特権をもらった 官僚層ヤンバンというのが形成されていくことになりますなので朝鮮ではこのヤンバンが支配層になっていくわけですさらには高麗の時代にできた金属発金属活字がさらにさらに発達していく高麗時代にできた文化を見事に発展させていくんですね皆さんこちらを見てくださいこの人 せいそう、ね、このせいそうさん。ちなみに、韓国のお金をウォンと言うんですけれども、そのウォンの最高額一万ウォンに。描かれている人です。この人、非常に尊敬されている人物です。なぜかというと、彼は。君民生音という文字を、これ文字ね。文字を作ったんです。要は。 当時朝鮮は中国の影響が強いんでね基本頭のいい人知識人は漢字で書くんですですも一般庶民は難しくて覚えられないだったら庶民にも書きやすい文字を作ってあげようという配慮から民性音を作りこれれが現在ハングルと呼ばれているんですねなのでこのハングルを作った人ですのでまさにも韓国人のアイデンティティを確立したような人なんです。 なのでこの清掃さん作った文字の名前と一緒に覚えてあげましょうところが皆さんこちらご覧くださいいやーここから大変です実はこの後朝鮮攻められますこれは何かというと日本の豊臣秀吉覚えてるかな織田信長が死んだ後に戦国時代を終わらせようと統一してった人あの豊臣秀吉の時代に 朝鮮に侵攻してきたんですねこれを人心定優の和乱これは朝鮮側からの呼び名日本からは文禄慶長の駅と言います朝鮮側からの呼び名日本からの呼び名この豊臣秀吉の軍を迎え撃ったのが李舜臣この李舜臣という将軍が既戦もしくは既攻戦 ちなみにこの喫香船がどういう船であったか現在我々は再現でしか見ることができないので実際にどういう船かは分かっていません。ですが新しい船を使ったことによって日本水軍を非常に苦戦させたと言われます。これでようやく日本の侵略を食い止めることができたんです。そしてその挑戦ですが最後こちら。これ。小中華の 思想何かというと中国で民が滅ぶと秦に変わるよねこの秦を正当な中国と認めないんです満州人の国だろあんなの中国じゃねえよあんなの中国じゃない正当な中華を守ってるのは俺たちなんだだから中国とはもう呼べないんだこいつらは本物の中国は俺らだという考え方 なので朝鮮にはこの小中華の芽生え清に対しての敵対心も持っていたということをしっかりと覚えておきましょう。なので高麗の時代朝鮮王朝の時代しっかりと2つの王朝を分けてそれぞれの項目を勉強していきましょう。さあそれでは。 今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょうまず今回朝鮮を統一した国として三つ紹介したよね新羅高麗、朝鮮王朝なのでこの三つの王朝がそれぞれどういう特徴を持っていたのかを確認していきたいと思いますまずはトップバッターの新羅この新羅は唐の影響中国の唐の影響を強く受けていた だからあの唐の貴族制度をモデルに神羅独自の貴族制度が発達したんだそれを骨貧制と呼ぶんださらには都の慶州の外れには仏教寺院仏国寺を建立非常に中国の唐の影響を強く受けていたという話です。 そしてこの「新羅」の後高麗」と「朝鮮」が登場します。それがこちらです。さあまずは「新羅」の後朝鮮半島を統一することになるのが「高麗」という国でこれは王権が建国した国家だと。そしてこの高麗は 中国宋王朝の影響強く受ける宋の陶磁器の影響を受けながら独自の陶磁器高麗政治の作成を行いその技術は本物の中国の陶磁器を超えたと言われるぐらいなんですねこれが高麗に関してのお話で 続いてさあ国の名前は変わるぞ朝鮮と言いますそしてこの朝鮮は李政経という人が建国だから別名は李朝鮮とか李朝って言ったりもするんですねこの朝鮮なんですがちょうど中国で言うと明秦の時代 だから最初民を参考に上下関係を重んじる朱子学を漢学化さらに科挙も行っていたんですそして清宗という王の時には「君民正音」といって現在のハングル韓国の文字ができたのもこの王朝の話。 そして最後朝鮮は中国の新王朝のことを認めなかった俺たちが本物の中国だ満州人の国家秦なんてあんなのは中国じゃない俺たちが本物なんだ小中華思想というのが芽生えどちらかというと秦には対抗心を燃やしていたというわけです。どうですか新羅 後来朝鮮それぞれどういう出来事があっただけではなくてお隣の中国の王朝も一緒にセットで覚えてあげましょう。